取っていくのかというところで、12.13 はグエンのティアめっちゃ高いっす。めっちゃティア高いっすよ、グエンは。あ、それに対してカルマ。もうこれハラス勝ちすると、うん。でもなんかルールのイメージって、確かに 1,2,3 は強いですけど、1,4 で落ちる。狙われたらちょっと、ちょっとというかかなりかな。追加ダメがなんか 15% かなんかな、負でしょ。グエン違ったっけ ?1,5 だっけ ?1,4 か 1,5 かなんかで、グエンの追加ダメかなんかめっちゃ落とされるんで。そのあたりでも勝っとけば問題ないわけですね。そうなりますね。そしてバーニンクは先出しアジールを見て戦国ゲーミング。藤本ちゃん。選択っていうのはそういうことですよね。そうなりますね。まあ、バンされる前に。渋谷カルマ。まあ、カルマで渋谷の弱さを補おう。ってなると、エンゲージ。要素が必要。ウーコンいない。ウーコンが取れてれば楽なんだけど、ウーコンバン。死体チャンピオンが多いっていうのは確かにありますが、これダリウスナーバンしてグラガスバンして GP 取り上げとかですかね。スカーナーとかポッピーとか、先出しとか、あとなんだっけ、ジャグでエンゲージできるやつ。あ、タンクをですけどね。あ、ガングプランクをバンしますか。なるほど、ナーオープン。あ、ガングプランクをバンですね。グラガスが開くと。そうですね。いう形、まあレイファーキー選手がグラスをやるかどうかわかりませんけどね。ジャーバンバン、エンゲージ。あ、そうか、ジャーバンいたな。取りませんか。ジャーバンは確か次のパッチでさらなる強化が入りますから、かなり評価は上がっている。12.14 では上がっているチャンピオンでありますが、ノクターンとなるとシビアに張り付くというところが狙いになりますか。あ、ザックね。ザックでもトップに出た方が今強いよ。モルデ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 レイファーキーモルデだよ。モルデカイザー頭になかった。冷静に見てればわかる。こんなんモルデカイザーでいいよ。フィオラとかってダメなんですか。非常に効果的。モルデでアルティメットして、カルマがマントラ E で全員移動速度上げて、シビアが全員上げてエンゲージできる。ブランドル、セジアニのカウンター。タンク対決。まあでもエンゲージ要素がないから、エンゲージ要素作りに行った BC は。オンでエンゲージする。そうなりますね。トップがタンク増えてる理由はエンゲージがないからです。エンチャンターサポートのティアが上がってるんで、エンチャンターサポートでエンゲージができないから、トップにタンクないしはエンゲージ役をピックするんですよ。それでも勝負します。なんで、ナーとかもそうです。ナーってある程度、セカンドエンゲージみたいなのできるんで、状況さえ作ればナーってエンゲージできますよね。普通に状況作れなかったらナーはエンゲージできないですけど、ドラゴン前の睨み合いとかだったらナーってエンゲージチャンピオンになるんですよ。メガナーにさえなっとけば。だけど、なんかミッドで睨み合いとかはあんまりナーってエンゲージチャンピオンにならないよね。で、ユーミがエンチャンターサポートでエンゲージができるチャンピオンなんですよ。ユーミが。だからユーミのティアが高いんです。レーンも強くてエンゲージができるエンチャンターサポートはユーミぐらいしかいない。だからレーン勝ちたいんですよ、みんな。ボットレーン今。まあ、でも結局ジェットなんでルールとかで出てきてるのはそういう理由ですね。で、そうなると、CC がないから CC 要因をどっかで補わなきゃいけないじゃないですか。今まではサポートで、ノーチラスとかレオナとかがCC 要因として機能してくれてたのが、シワ寄せがジャングルとトップとミッドに来てるってわけです。でも逆に言うと、そんだけボットレーン勝つことが大事っていうメタになってる。で、 12.14 でそれがさらに加速します。さあ、始まりました LGL 2022サマースプリット Day 17 Game 4。おお、いい動きですね。ボットの主導権取るための動きです。ユヒカルスタート。開幕ボットに走りました。オーン一人残して4人が。これがレベル1の考えだね。それに対して SG のレベル1の考えは、ドラゴンピットにワードを置いてる。一方でエンティ選手はガーディアンですね。のはなぜ？やはり
このワードは何の意味があるんだ？あ、レベル2トランドルガンクですか。いやー、意味ないな、ここは。このワードは何の意味があるんだろう。縦割りを嫌ったぐらいしかないな。俺がウーコンだったら、あ、レベル2入ってくるの嫌なんだねとかはあるけど、よくわかんないな、あのワード。お、夕日急スタートですか。お、W スタートではないんですね。急スタートですね。これはもう完全にエンティ選手に対するハラス狙いです。なるほど。あー、これですね。マントラ Q のスローに合わせてシビアが Q 当てやすくなると。AI パワースパイクでは全体的にはバーニングコアの方が勝っているよと。よしよしでは戦国だよというのが AI ブリッジ君の予想で出ています。ちょっと意外ですけどね、ジェリーのパワースパイクのタイミングでもっと SG 側に転がるかなと思ったんですが、トランドル相手でだからリバーとかに、リバーに置くんじゃなくてリバーブッシュとかの方が良かったと思うけどな。何だったんだろうな。オラクルレンズに変えるからただ置いただけだったら、ぶっちゃけボットの手前のブッシュに置いた方が強いんだよね、カルマ対策になるから。あ、マジで何のワードだったんだ、教えてほしい。戦国の選手に知識として知りたい。ドラゴンピット前のワード、選手はトップサイドスタートではなくボットサイドスタートでジャングルルートスタートしてますね。これワーリングでブルーバット見えてますから。そうですね、グロンプのところでバーニングコアチェックできてますから、はい、これボットレーン藤本選手は結城選手は強気に入れる。 DFM が強い、まあうん、エビが強いからしょうがない。エビに勝てるトップレーナーが出てこなきゃいけない。藤本のポークだ、いい形だ。体力有利を作りました、バーニンコア。これはそう、でも一生言われてるそれ。ジェットの打力大きく削っています。ただバーニンコアの課題はここからなんです。ここからやっぱアチャモンも連れてこなきゃいけないな。まあ、ここまで取れたことはないですけど、はい、しっかりと作れているという試合は過去何試合もあるんです。コグコグかな、コグコグとアチャモンも連れてくればという、そういった一連の有利を広げる動きにつなげられてないというのがありますから、この試合しっかりとできるかどうかというのはとても重要ですね。まずはじゃあこの時間で最強である限り引退しなくていいでしょ。次はドラゴンにつなげていこう。最強なんだから最強なんだから最強である限り引退しなくていいでしょ。大選手もうポーション1回も使ってないですからね。そうなんですよ、ビスケットも3つ、あ、これ2つ残ってますけど、これ多分まだ3つ目ももらってないですから。そうですね、ただ警戒はしてますね。ドラゴンラッシュというところを考えるのであれば、バーニングカーは次のウェーブプッシュしきってリコール、ええ、そしてそれもミッドレーンと合わせていきたいところですね。あ、プッシュ、そのためにフロレス。あ、もう今のトップレーナーはひたすら研究するしかない。フロレスの海が的中しそうだ。ただフロレスリコールやめました。さあエンティ前に出たところ、フラッシュアウト、スネアの線はついていますが、ここで切れました。イグナイトは入っていますが、エンティレッド、ファーストブラッド獲得、藤本。プロレス偉いね。ただミッドの主導権がない。ミッドレーンからジェットが寄ってますが、分かっています、バーニングコア。いや、これはガンクのセットアップのためにエンティ選手が。これダイスさん良くない。フロレス選手はリコールをやめて、ガンクに切り替えると見事でしたね。あ、ダイスさん良くないですよ、これ。ダイスさん、体力とマナがあるからっつってアイテム更新しなくて、アイテム更新したサイラスが主導権持って先にボット行ってる状態でボットファイトは BC 良くないです。戦国の方がこれはいいですね。エンティが無理なポジション取らなければ良かっただけの話ですね。形的には戦国の方が成功してる。これエンティが行き過ぎた。エンティのミスだね。サイラスが寄ってきてるんだから。まだリコールしないの？何やってんだ？こんなことするプレイヤーじゃなかったんだけど。
維持できていますから。ただラストヒット分では主導権ずっと取られてるけど。そうですね、そこは気になりますよね。ただまあ軽分で取り返せるポイントではあるので、まあ気にしなくていい。はい。お、今フローレスがもうリコールしろよっつって。大きいと思いますね。トレンドなんかちょっと見てましたが、Z も気づいています。あ、もうミッドの主導権がないから。ボット 3V2 なのに押し返されるっていう展開になった。残りました残りました。すぐさまそこにワンス。なんだ。クラッシュアウト。アルティメットちょっと当たった。ロックアップが入って。フィゴレギどうだ足りません。キル獲得はこれはパズになっています。ミッドにカバーした分だけ。トランドルのカバーがトップレーンに遅れました。ダイスさん。ボットのところのコントロールのアドバンテージというのを維持できていますから、ただラストヒット分ではちょっと差が出てるんですよね。そうですね、ここミッドにカバー入ってるけど、これラプター勝って、まあ、気にしなくていい、はい、まあ、それよりは今プッシュしておきたい。もしくはこれミッド主導権あったらそもそもロンとしてスカトルファイトができて、スカトルファイトのために多分トップこれトップ戦って負けてっていう展開で、でミッドの主導権ないからスカトル諦めてボットサイドにトランドルが行って、で結果レイファーキーがガンク食らうっていう、ミッドレンからの駆け引きで負けましたね。俺が評価してた時のダイスじゃないこんなの。キル獲得はこれはパズになっています。やはりタンク同士のマッチアップになった時のそのセジュアインのバーストの高さというのが影響しましたね。レイファーキー選手、レイファーは悪くないですね。やはりマッチアップアドバンテージというのをバズ選手がしっかりと活かしましたね。バーニーコーとしてはそうですね、ボットレーナー2人が先にプッシュしてヘラルドによる動きをすれば十分ヘラルドを触れる状況であるので、そこまで焦らずにヘラルドを取ることを優先した動きを続けていいと思いますね。バーモスってレベル6になりましたね。何泥棒みたいに言ってるんですか。いや今泥棒じゃないですか。泥棒ですけど言ってもらってるでしょうから、はい、すいますよとちゃんとチームに、はい、レイファーキー選手に確認をしてると思います、うん、あの黙ってラプターの一番奥の方でミッドレーナーの経験値ってあの6になっちゃったみたいなね、ありますね、はい、ソロ級では結構やってる人多いんじゃないですか。多いと思いますね。いや今ジャングラーはリクルトさんも言ってましたから、途中からファームを味方に渡して2コア以上相手も完成させられない悲しい存在だと。はい、そうですね。おお、リフトヘラルドは渡さん断線、それぐらいいいじゃないか。おっと、ね、さあリフトヘラルド触っていじめる一人です。藤本も分かってんだけどな、ライブができるような状況。さあポリモフ動けません。夕日、これちょっと藤本ポジションミスだな。夕日のミスなのか藤本のミスなのか難しいところだけど、藤本待ってんだよね。レッドバフ裏で移って、普通だったらレッドバフのスティールというかコントロールなんだけど、ブラストコーンがやっぱこの時間帯どうしてもあるから、夕日逃げるの遅れたね。これ下がってなきゃいけない。藤本ちゃんとやってる一つ問題点かなという感じがしますね。バーニーコアとしては藤本選手が先にリコールして、そしてヘラルドのためにトップサイド側に寄ろうとしていた。しかし確実に取れるので、ボットに戻るルートに切り替えたわけですが、ここ本来ボットにカルマが移ってれば多分ワンスはレッドバフスティールで終わってて、クルーグスティールでっていう感じなんですけど、カルマが姿が隠してんだったらシビアも下がっとかなきゃいけない。シビアが体出してるんだったらカルマがルートカットしてあげなきゃいけないし、シビアゲーミングとしてはシビアが一人になったので、となるとルルのプレッシャーが機能する、うん、そしてボットプッシュウェーブ作ってダイブに流れというところで、バーニコアのローテーションのミスというのをうまくついて、キーを取ってきましたね。こういうことがたびたび起きるんだよということで、上とか下とかないからチャンピオンだから。バニンコアとしてはボットを勝てるマッチアップを作ったにもかかわらず、それがオブジェクトに繋がらない。勝ちゃいいんだなと言えると思いますね。
戦後ゲーミングとしては、だってこんなボットレーンを押し込めてない状況になってること自体がもうバーニングコアにとってさ、ウィンコンディションじゃないでしょ。シビアカルマとってデリに押し込まれてること自体がまず良くなくて、その状況になってるのが結局ならないようにジャングラーは動いてるけど、ミッドレーンのプッシュ主導権の部分だった。その影響でジャングルがマップに移ったからトップに弊害が起きたじゃん。レーニングを見るとですね、ダイオ選手がうまくミッドの主導権を維持したまま押し込めているんですよね。そうですね。なので先に動けるのはダイオ選手。上とか下とかじゃなくて、そのチャンピオン性能を生かすためにこれやんなきゃいけないけどっていう話なんですよ。今回はやってますよこれ。アジールがミッドからボットに消えてプッシュ取って、リフトヘラルド出して、アジールがサイラスのルートカットできるんで。あのボットレーンに ハードであのアクションがかけれて、そこを嫌ってビエゴがミッドからボットの視界のクリアをして、これでミッド回復させたくて、でそのアクションに対してトランドルがカバーしてて、でサイラスが先に寄って、これでボットレーン、ミッドからボットレーンを押し出されて、でドラゴン取られるか取られないのか。でそれに対してもう一回アジールがミッドプッシュして消えなきゃいけなくて、そこを狙う、まあ、ワンスがうまいよね。今視界はなかったですが、ミニオンを取ってからの大選手のルートを予測して、これでドラゴン取れなくなった。またダイスなんで削ったのでドラゴン取れます。素晴らしいプレーですね。ワンス選手アルティメット使うほど その価値があったと、価値があると言えると、デッドがちゃんとボットサイドに寄って押し出してからワンスがそれをつなげたっていう。これバニコは絶対取らなければならないドラゴン。これをアジールはさせたらもうアジールじゃないから、こうなるんだったらサイラスバンしとこうねっていう話にもなるし、クイピックだからね。ジェットワードでジェットが見えた、でワード映ったの見えてガンク見るでしょ。すごいですね。これもう自分がレンプッシュ しなきゃっていう使命感でワードを置いた結果、ワードないの分かってるからガンク食らうんだよ。なんかダイスが壊れてる。こんなことするプレイヤーじゃなかった。そしてテレポート。バイタルアルティメット使ってチェイスして、パズのテレポートまで使ってドラゴン取りに行きます。それだけこのセカンドドラゴンの価値が高いと。さあドラゴン獲得、戦国ゲーミング。の主導権を取るためのワン選手の動き、そしてボットの耐える動きというのは本当に効いてましたね。ワード置かれた位置が分かって、これもうこれがビジョンコントロールってやつですね。映らないルートと、ワード置いたのが分かって在庫なくて、FM もやってたじゃないですか。だからこそこれガンガン、それが中盤に起きたっていう。見事ですね。もう無理だろうと思って、あ、これは俺ダイスの方がビジョンコントロールうめえっていう話してましたけど、こういうのができてたのがダイスだったんですよ。逆にジェットできてなかったんですけど、今回はジェットの方がビジョンコントロール上回ったからミッドにガンク決まったねっていう話なんで、置いてても弱いと。そうですね、そこ安心してしまいますからね。そっちの方警戒せずにしてしまうと、あいった形で、まあ、でなんとか作戦遂行させようとフローレスがもうボットに体出してワンレーン作ったね、強引に。獲得したのはバンカーファーストター獲得、ボットレーンのアウトアタワー。このパズのこの動きも結局アジールがプッシュできてれば抑制できるっていう話だから。セジュンが遅いですから、ジャングルモンスター狩れないですね。ジェットがまあ強いんだろうけどね。クローレスがジェットがそういう動きをさせてないっていうのが。ボットのファスターを破壊した後すぐ見えなくなりましたから、リコールしていることも考えて。でもできないんだったらアジール先出しはそもそもしない方がいいよねだし、サイラス消してからアジールだよねっていう話。まあそしたらドラフトの話になるんだよな結局。バーニングコアとしてはこのヘラルドをしっかりと抑えて、そのヘラルドを生かして、ボッタが CS 負けてんのはリフトヘラルドの時にデッドしたからですよ。ベストですが、まあ、細かな部分はあるだろうけど大きなポイントはそこだね。いや、いいポークですね藤本。あと逃げ先ピラーで止めました。これでアルティメットダウンワンス。
ただその分はリフトヘラルドのパープレートゴールドをシビアに入れてるんで、確かゴールド差ほとんどないよ ADC 同士の。プロレスが偉いんだよな。封鎖してる。その間に1キル獲得したのはバーニコア。それでも強引に入ってくるのはジェットでありますが、ダイスの皇帝の分されでスキルが狙った対象に打てませんでした。さあその後のバイがないからこれ以上バイダル追撃できない。2キル獲得バーニングプロレスうめえな。あれもうサイラスが入ってたら終わってた。というのも考慮した上でのレイファーキー選手のポジションが良かったですね。レイファーキーが良かった。アルティメットによって、まあ、そのジェット選手の仕掛けやパズ選手の仕掛けに対して合わせたかったんですが、オンのアルティメットで分断されてしまって、そうですね。それによって集団戦の形を戦後ジェットやっぱこういう裏取りできるコントロールワードもあって、裏取りできるような局面で裏取りして前見なきゃいけなくなってましたからね。止められる時間止めて生き残るトランドルが、このおかげでファイト成立だね。かなとも思いましたが、カルマのマントラ級9ですか、でスローがついて次ができなかったと。さあゴールドパープデイ、あジェット5300ダイス6000ですか。全体的にバーニングコアが勝っています。アジールはミッドの主導権が取れるから、ディスエンゲージとかエンゲージとかじゃない、ミッドの主導権が取れるから、アジルが出てきてんのは。アラスにウェーブクリアに主導権が取れちゃうから、アジルというチャンピオン性能で。昔のアリみたいなもん。こいつ出しとけば、とりあえず練習主導権取れるよね。ハリアなんかが出てきてるのもそう、ある程度練習導権取れてウィーバーウォールがあるからみたいな、そんな感じ。トップに対してプレッシャーをかけてトップのファーストタワーを取っていくというプランもあると思いますね。ミッドの主導権ゲーというか昔からそうです。ロルは昔からミッドの主導権ゲームです。タックルで大きく削って、さあミッドのアウタータワー破壊成功。バニンコア、その間にジェットがトップレーンのアウター。ただ人数差があるので、ドラゴン現状とかじゃない、もうマップの構造上ミッドが中央にあるから、ミッドの主導権あるなしでできることできないことがもう変わってくるよっていうのは当然。これはエンゲージする。パズのアルティメットが良かった。パズのアルティメットが5人にスローがバフンって入るから、これで届かない。これ当たったんじゃねえの？いや違う。パズとエンティにノックアップ。テレポート使わせた動き。さあカウンタープレー戦国。あ、早いんだ。早いんだ。当たったように見えたけど、ブリンクしても当たってるよなと思ったけど、早いんだ。しかし全体的な体力を大きく削ったというところもあって、互いにドラゴン触れないような状況にはなりましたからね。ミッドが勝てなくて勝てたメタありますよ。それがあの明かりとかじゃん、ミッド明かりとか。ミッド明かり出して練習導権取れないけど、サイドで出た時に明かりがソロキル狙えるっていう理由でアジールに明かり出すじゃん。で、明かりがサイド出て、ちゃんとアジールをソロキルしたら勝つよ、このゲームは。ゲーミングサイドにリアクションする余地というのを与えてしまいましたね。それを潰すためにミッドに対して戦闘を仕掛けたわけですが、ジェット選手倒されたものの、あとはオリアナとか、オリアナで練習動画取れないけど、ダブルのあのユーティリティ性能生かして、サイドレーンのクリアしてミッドレーンによる速度を上げて、中断戦先にして勝つみたいな。ただからその時のコントロールは、序盤のゲームメイクはめっちゃ難しいよっていう話だから、難しいゲームだねっていうのはそこにある。ミッド主導権取ってるとゲームが簡単なんだよ。
えますね。根本的に言うと簡単に勝ちビジョンが見える。いやでもドラゴン3つですよ。ライズもそういうチャンピオン、ライズもミッドプッシュ主導権が簡単に取れて2体に強くてアルティメットでサイドの影響力高いからライズが評価されて出始めてるのはそういう理由ですね。アジールのせいですよあれは。あとはサイラスに対して強いねライズは。あとゼリーの初速が速くなるのはちょっと。ミッドジリアンは練習動画取れないですね。ウェブクリアがボム2個で前衛ミニオンが取れないんで。レボロさんに聞いておきたいです。次のパッチのクラウドソウル2倍になるんですよ大体。後期は違います。後期は確かに6レベからウェーブクリア早いけど、後期はそれ以上にレートスケールパワーがあるからフォークが強いから、そうです、ね、もうただただみんなで後期のパワーを迎えましょうというゲームなんですよ。いや、まあ、5人全員でどうにかして後期のパワー迎えましょうっつって、さあどうにかしてパッケージ生かしてドラゴン取りましょうっていうのが後期だね。トランドルのアルティメットです。さっきのヘラルドファイトの時もまあトランドルしか奪えなかったというのもあると思います。あ、ミッドヌヌソロ級でなんか勝率高いらしいですよ。ナイトハーベスター持ってなんかぶつけて R 打つだけの簡単なお仕事らしいんで、連の主導権をどちらが取っているのかというのを考えて思います、ね、この場合戦後ゲーミングがサイド、まあ、ウェーブの主導権を握っていますから、それを生かしてビクターが出て急に出てこなくなった理由そこなんだよな。ビクター昔めっちゃ出てきてたじゃん、アジールにはもうビクターみたいな。で Q 振って体力削ってなんかミッドの主導権取ってミッド押せるからビクターの E のなんかアップグレードまでマッチアップ上なんとかなるからビクター出すみたいな。でビクターが一時期出てたんだけど、これが取れなくなっちゃったビクター今だから。ビクター出てこないあんまり強いのに、E のアップグレードまで練習導権取れねえってなってるから。横から急に演技されることも考えなければなりませんでしたからね。ダイスはトップレーン押し込みでリコールです。これの繰り返しが FM はミッドビクターよほどのことがない限り出さないんじゃない。だってヤハロンが上手いんだもん。強いチャンピオン渡したら主導権取ってくれるんだったらそうするよ。なんで厳しい側がビクター出すんじゃない、出すんだったら。その辺が戦略だよね。力関係的に厳しいからなんとかビクターで耐えてレートの集団戦でな、ダメージ出してもらおうとかは作戦じゃん。まあそれは主導権取れなくてしょうがねえよなっていう話になる。だからミッドレーナーはマジ上手い人にやってもらいましょうねっていう話になるんだけど。バイタル選手の方が先に相手も完成させる可能性というのは非常に高いと思いますね。シャットダウンゴールドがプラス400ゴールドついてますから。あ、でもそれでも200ゴールド差なんですね実際のところ。春はヤハロンでもより遅かったけどね。夏の中後半ぐらいからじゃない、より早くなったの。ただそれでもバイタル選手の方が先に相手も完成させるの間違いないですし、劇的に変わったよ。まあでもワンスがかなりゴールド稼げてますか。この試合での本当にミッドレーンでのアクション、そしてサイドレーンのアクションというところで非常に効果的な働きをしてますし、しかもキル天国ここもったいない。まあ、トランドルがジャングル回るの遅いっていうのもねありますね。サイラスがサイドに出たら絶対主導権そのレーン取れるのに、サイラスがミッドにいるせいでよく分かんなくなってる。アクションする場所がない。プレッシャーもなんもないから BC からしたらもう睨み合ってるだけでいいこれ。サイラスサイドに出せばいいのに。この陣形だと戦後ゲーミングとしては同じこと言ってる。という形になりますね。バニコはミッドのプッシャー。確か同じこと言うよね、レオボル君。サイラスがサイド行ってプレッシャーかけないから DC に睨み合ってるだけでいいよね。確か解説してたはず。いや俺もそう思うわ。バロンヒットしても 50-50 だからいいんだよこれ。サイラスがレーンプッシュしない限りプレッシャーかかんない。戦国ワンスが仕方なくプッシュするんだよねこれ。わかわかんない。ワンスがしかもトップレーンのミニオンに体を出しました。これに釣られてかなりバロンピット前まで動いたのはバーニング。サイドのサイラスが強いんだから。よりますが戦国ゲーミングこのドラゴンへ
バイトの形はできるか。いや、エンティがで BC からしたらミッドに集まって、当然シビアのプッシュを生かしてミッドプッシュしてからポジション取って触りたいんだよね。これ当然なんだよ、 BC がやってるのは。サイド出たって勝てないからね、サイラスに。だからミッドに集まってシビアプッシュ、ゼリがインナータワーに移る、ミッドタワーも取ってるから。でドラゴンアクション、バロンアクションは BC 当然。ワンスがサイド押してんのが謎なんだよな。これサイラスが押すべきなんだよ。ワン、ここにさ、ワンスがいるんだよ。そうしたらゼリとルルが寄って、サイラス 1v1 アジールに勝てるよねなんだよね。でサイラスがジャングル来るから、トランドルがジャングルの中行けないよねっていう話が出てくる。君の名は、なるほど、入れ替わっている。まあ、オンのアルティメット取ったから何かしらアクションしてえなっていうことでグループアップしたんだろうけど、だったらサイラスの位置隠さなきゃいけない、エンゲージするんなら。ジェットがやっぱそういうところでビジョンで弱いって言われてんだよね、これ。 俺が評価してるポイントは、ミッドのなんか睨み合いしてたじゃん、この前か。ここだね。サイラスがさ、今コントロールは隠れてるでしょ、オンのコピーしたじゃん。この後もう一回隠れる必要があるんだよ。これ隠れない限り前出ないから、ずっと姿さらしてるじゃんこれ。あ、サイラスいる、サイラスいる。あ、じゃあ5対5できる、サイドで勝負しなくていい、サイラスが見えてる限り俺たちは5人で固まっていよう。 DC からしたらそう、見えてる見えてる、セジアニだけ見えてないよ、セジアニ気をつけてねっつって、分かったっつってタンク2枚がセジアニ追い出した。サイラスどこ、サイラスどこ、サイラスどこ、サイラスどこ行った、ずっと探してんだよサイラス、サイラスどこ、気をつけてサイラス、あーいたいたいた、ミッドいた、ミッドいたってなってるんだけど、これあーまだミッド、まだミッド、あ、全員でこれトップ行ったかも。でもサイラスオーナーアルティメットあるよ、サイラス気をつけて、分かったっつって、じゃタンク2枚がまた先頭で走っていく。あ、やってないやってないやってない、見えた見えた見えた、サイラス見えた、ミッドプッシュできるよ、ミッドプッシュできるよっつって。エンゲージしたいんだったら隠れろ。タオフがその動きめっちゃうまいから、また見えるんだよねサイラス。あ、サイラス来た、サイラスボットサイド。でもミッドプッシュしきってゼリがミッド主導権あるから問題ない。ったワンスがトップサイド移った、テレポートもない、サイラスがトップ行ってればテレポートあるからこれ触れない。戦国ローテーションよくわかんねえマジで。これが夏に完成するかなと思ったんだけど完成してない。フロストファイアガントルってこの2つでビルド的には完成しているような印象もありますけどね、何が欲しいのか。もしかミニオンのプッシュがしたかった。 BC の動きはめっちゃ的確なんだよ、だから俺ずっと BC 逆転ありそうだねって話してたん実況で。ちょっともったいないシーンのよりも見えましたね、せっかくの、序盤はちょっとダイスの影響とかで条件取れなかったのが大きく影響してるよねゲームには。中盤こんだけ長引いたのは戦国のローテーションがおかしい。クロークが今入りましたから、エンゲージしたいタイミングをね隠さないといけないんだよね。エンゲージしたいよって言ってる時に相手も隠れるから、当然のように BC 側も体隠すんだよ、相手がエンゲージしたいと思ってるって言ったら。戦国向きだけど戦国向きじゃないのは、ジェットが先頭で入らないと戦国集団戦勝てないんだよ。今までの集団戦思い返してほしい。全部ジェットが何かして勝ってんだよ。そこが戦国の最大の問題なんじゃない。やっとローテーション変わったね、やっとサイラスがボットサイドプッシュして、でも
ジェットがボットレーンプッシュしてるからバロン側取れなくてバロンプレッシャーが発生してて、戦国ボット側にこれプレッシャーかけきれないんですよこれ今度 BC がバロンプレッシャー出せばいいだけなんですよね。アジールがこれ消えて、アジールがバロンのワード壊したら、戦国これボットレーンずっと支持できないですよこれ。今ミッドの主導権がないんでスカトル触って取るか取らないかぐらいの考えになってましたけど、これミッドもし戦国がずっと押せない状況になったら、バロン消されたらサイルス消えなきゃいけない。あ、でもなぜかバロンの視界をケアしませんでした。これダイスさんが悪いですね。またキャッチを恐れたんでしょうけど、フラッシュもあるし、その影響でなんかバロンプレッシャーがなくて戦国がボットサイドにめっちゃアクションがかけれてるっていうのが大事なんで。戦国これはなんかうまくやったというよりも良かったねなんだよな。チェイス回答がレッドバフのスローによってよりやりやすくなりますからね。アジールが絶対これバロンのワードを壊せるような環境っていうのが一瞬だけでもあったから、タッチはできたから。ブルフが終わっている。レベルは現在14、ユーヒレベル13です。ジェット勝ちの向こうへ、あっとラチの3で前に出すぎて打ち返せませんでした。それに対しての 1v1、 おーレイファーキーも強いぞ。フィーゴの息の開始、重傷はただありませんから、ここからでもジェットは負けることはないでしょうが、戦国はミス多いですよ。集団戦でしか多分勝ってないですよ戦国って。基本こういうマクロの時に有利作れてないです、作りきれてないです。だいたいジェットのソロキルで有利作るぐらいですね。こういう3000、4000ゴールド中盤、じゃあマクロゲームパワー有利ありますせ、何しますかっつったらドラファイトで勝ちましたが多い戦国は。逆転いっぱいされる危険性はあるんで、アルティメットを使うことで、まあ、セジアに対してアルティメットを使うことによってフロントラインの性能というのは上げられる。別にジャングルクリープ食えてないしね、敵の戦国が。BC のレッドバフ食っただけでしょ。できる範囲内でレッドバフ食ったけどブルーバフは BC 側が食ってるし、なんか差が広がってないじゃん2000ゴールドから。ってことはこれ相手のミニオンロストさせて、ローテーションでさせれてないし、相手のジャングルクリープ奪ってないからゴールド差が開かないんです。お、触った。クラウドソール取られてもいいという判断。確かにジェットがボットレーンに移っています。すぐさま戦国ゲーミング気づきました。あ、ただパスの早めにアルティメットを使用、そしてジェットのテレポートを見てからの反転、バロンから一回離れる。それを見てワンスジェット追撃、アルティメットはトランドルのアルティメットをコビー、パスがまだ狙っているのはユーヒー、そしてカジンの呼び声、反転していく。素晴らしいツーマンノックアップ、ジェットノックアップ。ここはストップウォッチで対応、バイタルがずっとダメージを出してはいますが、どうなるか。ユーヒーもダメージを出している。ミッドタワーあってもサイラスが強いから関係ないでしょ。サイラスアジールのマッチアップ作って、サイラス側にプッシュしてもらってジャングルの中にサイラスが来たら、サイラスが強いからそれでジャングル食えるよ。でそのサイラスのパワーでミッドダイブのあれプレッシャーつけてミッドシージしてっていうのを繰り返したら、ミッドが削れてってミッドタワー取れる。だってシビアのウェーブクリア早いんだから、ダイブプレッシャーをどうやって作るかっていうのを考えないとミッドのタワーなんて取れないよ僕は。でミッドダイブのプレッシャー作るんだったら結局サイドどっちか勝たしてミッドのダイブプレッシャー作らないとミッドタワー取れないよね。シビアにミニオン触らせない動きっていうのが大事なんで、中盤のマクロこのマッチアップだ。アルティメットでディスエンゲージしようとしたところに対してもしっかりとアルティメットでかわしてというところが見事でした。バーニングコアの動きも仕掛け引きとしては非常に面白かったです。クラウドソウルを捨ててバロン触る、そして相手のリアクションを見て反転するかどうかギリギリのところまで見定めてましたね。でそれを戦国がやってきたら、 BC が戦国がエンゲージしたいんだっていう時にあのサイドの姿隠したり、ミッドレーナーのアジールが姿隠したりとか、そういう駆け引きが発生するんだけど、この試合は発生してないから、この辺なんか喋ることないんですかって言われても喋ることないんだよね。LEC のマット対ローグ戦を見てほしい。マット対ローグ戦は
どっちかがこの中盤めっちゃエンゲージしたくてローテーションしまくってエンゲージしようとするんだけど、そのたんびにタリアがマップから消えてエンゲージできないっていう駆け引きがずっと行われてる。それをね、見た方がいい。その試合はマジで中盤の駆け引きがクソ面白い。だね。強力な CC というのが、オーンの9位のノックアップとアルティメットの、2つそうですね。しかなかったので、バーニングカードとしてはそのスキルを使った後、これこれ敵これ、陣営サイのラノックスアッが押プしすると込んで、CG するんじゃないんだよな。バイタル選手のゼリーに一方的にダメージを出されてしまった。できませんね。あ、それはなぜですここからか。これジェットとじゃ逆ヒット押し込んで、サイラス押し込んで、パズがアジルとのマッチアップ苦しいから、アジルが消えた段階でプッシュし始めて、ボット入って、サイラス消えて、ミッドだいぶプレッシャー感じてるから、サイラスいる側にワード展開してるんだよね、BC。で、ここはまだ大丈夫だね。ここ大丈夫。ここだね。ここ。サイラスが消えてるじゃん。サイラスがジャングルの中入ってる。だから、戦国は戦いたいんだよ、ここで。こういうタイミングって。確かアルティメットコピーしてるよね。オーンのアルティメットコピーしてるじゃん。だから、ここ、戦国はここで戦いたいと考えてるわけじゃん。ここで戦うか、サイラスがここに来たらミッドダイブだよね、この状況って。これが戦いたいタイミング。だけど、アジールが消えるから戦えないんだよね。これやってたわ、ちゃんと BC。アジールが消えて、エンゲージできない。で、戦国はこれを、このアジールが消える動きを潰して、セジがカットしてれば、これミッドダイブできるよ。こういうの、こういうの。アジールカットしてれば。もう一回やるよ。今度はミッドダイブプレッシャー感じてるから、アジールがミッドにカバー入って、ジャングルの中戦いたいと思ってるだろうっていうことで、5人集まってるじゃん、BC。ボットサイドに5人いるでしょ。で、オーンのアルティメットあるサイラスがいる。これクリアした。この次が問題かな。プッシュ。これ、プッシュしなくてもいいんだよね。これ、この前段階でセジュがこっち入ってればいいんだよね。これ、トランドルがちゃんと偉くて、セジュが次、ここに、ミッドの、映んないかな。今、トランドルが通ってるところ。ここにセジュがいたら、ボットの主導権なくて、ここのミニオンも BC 側が、ファームしないといけないから、取りに行かなきゃいけなくて、だからセジュがミッドに来て、サイラスがここに来たら、ミッドタワー取れるじゃん。だからセジュがここに絶対いちゃいけない。トランドルの考え的には。だからチェックしに行ってんだよね、これ。カルマのパワーまで借りてチェックしに行ってでしょ、これ。で。これはもうセジュアに追い出すためなんだよね、これ。そうすれば、またミッドのタワーが残るんだよ。ここぐらいかな。戦国がだからこれローテーションおかしいっていうか、ここがおかしい点だね。強力な CC というのが、オーンの9位のノックアップとアルティメットの2つそうですね、しかなかったので、バーニングカードとしてはそのスキルを使った後、敵を捕まえる性能がなかったというところで、射程の長いバイタル選手のゼリーに一
方的にダメージを出されてしまって反撃の方法がなかったですね。もう途中だってバイタルが先頭でしたもんね。そうでしたね、はい、いやトランドルのアルティメットをコピーしたサイラスがオーンのアルティメットを打ってそのステータスを今度は 本人のトランドルがサイラスに打つっていうアルティメットを何なんでしょうねこれね。訳が分からなかったですねおめちゃくちゃ硬いトランドル完成しましたけどね。ビシュファイト、あー今のももうめっちゃ危ないプレイですよこれ。アルティメットを打ってそのステータスを今度は本人のトランドルがサイラスに打つっていうアルティメットを何なんでしょうねこれね。ゼリがここセジャに映ってるじゃん、サイラス映ってるじゃん、アジール体隠してるじゃん、隠してるじゃん。ゼリがここに来たらファイトですよ BC からしたら。で入るんだよねここに。これもうエンゲージポジションだから入った瞬間行くじゃん。まあここに入っちゃいけないんだよね、超危険ポジション。レイパーキー選手のポジションさえ警戒すれば戦後ゲーミングとしては捕まることはないと。なるほど。ゼリなら逃げられないですね。ゼリの E をトランドルの E で撃ち落とします。そもそも論として、E で壁逃げようとした瞬間にトランドルのピラーで撃ち落とします。なんでフラッシュが落ちます。フラッシュが落ちると CG ができないです。クラウドソウルはもうすでに持ってます。戦国さあまずはミッドのインナーカーは破壊成功。ただウェーブクリアは早いぞこの構成は。バーニングは細かいけどああいうとこ結構大事っすよあれ。もうだってフラッシュインして正直ゼリーのフラッシュ落としてれば逆転のチャンスあるんで BC。めちゃくちゃ早いんですよね。オーンのある、例えばオーンのオーンが今離れてたけど、オーンが R してゼリが慌てて E した瞬間にトランドルがフラッシュインして E ポンって置いて E 落としたらもうフラッシュ落ちるの確定でフラッシュアウトして、でオーンのアルティメットのノックアップ入ったらもうキルラインなんで、その時点で。さあただバロンパワープレイ4150ゴールド稼ぎました。戦後ゲーミング一気にゴールド差開きました。なんでトップサイド待ってなきゃいけなかったんです今の。ボレロノミコンまでジェットは作っています。そしてパズはソンメールとかではなくてフローズンハートストップウォッチも購入しています。戦後ゲーミングは3つストップウォッチを持っているという状況です。ガーゴイルソンプレートも買う予定のようですねパズ選手。そうのようですね、イージス買ってますから。戦後ゲーミングとしては仕掛けなければゲームをまあこのネクサスを破壊することはできないというのは分かっていると思いますから、まあいかに仕掛けるのかというのを常に考えている中で、そうなるとエンゲージ役のパズ選手の働きというのはとても重要になってきますね。あとオーンがいる、レイファーキーが使っているオーンがいますからミシックがアップグレードできているというのも特徴ですかね。そうなりますね。あとは残っているのは藤本のミシックがまだアップグレードできていないぐらいでしょうか。これもうエルダーまで無理だと、ちょっとプッシュだけしとこうというのがちょっとあるかもしれないですねこれは。あると思いますね。クリア早すぎますって、ね、これがシビアアジールの強さですよね。ただ代わりにジャングル内は戦国がずっと抑えていると。この状況やっぱでもこうやって見るとフローレスうまいね本当に。あのラインに入った瞬間に体出せるっていうのが分かってるよね。トップ映ってて、ボット映ってて、アジール自分たち消えてて、ファイトタイミングで。このエルダとバロンで決められなかったら、バーニンカは息を吹き返しますね。なるほど。逆転の可能性が出てくる。十分出てくると思います。次がもうじゃあ勝負ポイントとして一番大きなターニングポイントだわけですか。もうここまで行ってたら、あんまお金差とか気にならないですよね。5対5じゃない限り。5対5だと金差が影響しますし。結構でかいけど、序盤じゃないからもう35分とかの人数あの金額だからあんま気にならないですよ。結局捕まえて人数差あったらシビアのパワーで1キル取れちゃうからね。 5v3 ポンってなって4コア持ってるゼリがポンって落ちたら1万ゴールド差なんて簡単にひっくり返るじゃん。1万ゴールド以上持ってるからゼリがそもそも論として。この間にボットサイド側の視界を取りに行きたいと考えてますね。サイラスのポジションも見えましたから、ええ、パズ選手が蓋をしていますが藤本選手でも視界が取りに行けると。いやしかしこれ囲い込んだ
パスが裏にいる。これはミーシーミスだね。アルティメットからテレポートすぐさま使ったがバーストで1球。パスがどのタイミングで隠れました？おー、うまい。ミッドからぬるりと入ったんだ。バーニンコアはバロンは渡せると思います。ただし、エルダーは渡せないので、この間にボット。あ、でもこれワードで映ってんだ。映ってないな。映ってない、映ってない。バロンは渡せると思います。ただし、エルダーこのパズうまいね。ので、この間にボットサイド側の視界を取りに。ワードに映ってないようにして、ポジション入って、一応探してんすよね、BC。パズ選手が蓋をしていますが、見つけられないからボットプッシュしてセジュアニを見つけるかどうするか悩んで前のめりになった結果、今度は形としては戦国の方が綺麗だよね。 5V3 の状況で2キル取って、仕方なしにオンがテレポート使った。パズに救われた。わざと叩いて味方の元へ。ただチェイスはやめました。バロンを先に取ろうという判断です。ジャングラーはデッドしています。エルダーまでフローレス選手、いやギリギリ間に合うかどうか。ジェットこれ時間稼ぎか。うー、いいダメージが入っている。そうですね、バロンバフ獲得は戦国ゲーミングです。そしてこのタイミングで上位チームにメリットなさすぎてやんないね。エルダードラゴンの獲得というところ、まあ、非常にやりやすくなりますね。ダイス選手がテレポートするワードというのはミッドレーン、まあ、レーンミニオンにミニオンにテレポートしましたね。ミッドレーンの、はい。さあ今度はエルダードラゴン、バイタル選手のアルティメットが上がるまで我慢するか、それとも一気に仕掛けるかです。上がってはいるはずですが、取れる人の対象がありますが、さあパズのアルティメットの仕掛け、レイファーキに対して入りますが、ここはフラッシュアウト、歌詞の呼び声は。これいいエンゲージなんだよな。これもう BC からすると、あのボットのミニオンを捨てるしかない状況に なってるじゃん。ボットのミニオンを捨てる状況しかなくてエンゲージファイトなんで、これリスク低いんですよ。負けたとしても、まあ、エルダーは取られる可能性はあるけど、ゲームエンドはないから、アクション仕掛けてミスったとしてもリスクが低いんだよね。ボットのミニオンがまだ皮で焼けてるでしょ。その分だけこのイチャイチャしてる時間、戦国が有利なんで。裏へジェット、ただそこにはコントロールワード。パズこのエンゲージもいいな。後半マジ戦国へ、パズに救われたね。この試合は MVP パズなんじゃねえかな。まあでもワンスも結局ミッドのところでガンク決めてるから、それも大きいか。前の集団戦、エンティ選手大活躍でした。今のポリボーグダイスに打ったんですよ。ダイスに打ってましたね、はい、これで GG。 オーバーアタックできませんでしたよ。そのままゲームエンド。バーニングコアとしても、あと現在の順位はしっかりと戦国ゲーミングが決めました。勝負されるのかという、あれ順位表この後か、はい、ありますからここも注目ですね。はい、さあそんな次回 LJL2022 サマースプリットデイ18の模様は8月10日あらこの前ということでございます。ここか。まあでも BC 藤本くんが入ったことでかなり良くなってるんで、 BC 普通にプレーオフ出れそうですね。ちょっとダイスが修正できるかどうかですけど、藤本くんはかなり動きできた。なんでダイス次第だな。 RJ ちょっとどうすんだろう。新しい形を多分いろいろ試してるんだろうけど、その新しい形に対しての3分までの動きとかがちゃんと決めれてないのがマジで問題。今までは決めてたから、春は決めてた動きやってたからあんまり大崩れしなかったけど、夏から
決まってないことがなんかやってるように感じるから、それで崩れちゃって、RJ は。でも、決まった形やれるチームだから、すぐ修正できそうだけど、修正できないのはなぜなんだろう。CGA は逆に、序盤の形めっちゃ決めてやってるんだけど、中盤の部分でなんかっていうのもあるし、あとレーンがちゃんと勝てれば CGA もっと本当は順位上なんだよね。かなり CGA 上手いと思うんだよな、マクロ。マクロというか、序盤の動きはめっちゃ決めてるって感じだね。では。戦国ちょっとプレーオフ苦しいかな。SHG が今回見せた内容が、中盤からこうやってゲームを畳みましょうねっていうのをちゃんとやってきてますよっていうのを見せたから、で FM も強いけどまだ要所要所でビジョンの部分でおかしな点がある。そこの修正はでもすぐだろうから、 FMSHG 戦国とかになりかねないね、これ。まだ何かあるんじゃないかなと思ってんすよね、SHG。まだ何かありそう。SHG のいい点はやっぱね、超ベテラン選手がいる。ブランクがいるから、ゲーム内で修正が簡単だよね。ひなつとマーブルが困んないよね。ライナ、ダッシャー、ブランクっていうさ、ベテランがいるから、ひなつとマーブルが困んないで、ゲームに没頭できるのが、SHG が多分いい点なんだよ。アクシスちょっと苦しいね。アクシスは中盤マジで。V3 とアクシスはちょっと苦しい。まあでも一勝したからな、V3 は。で、次回のマッチアップは次回水曜日。次回で AT のスケジュール見ていきましょう。BC V3、BC、DFM、CGA、DFM、戦国 RJ。ああ、RJ 次第だな。春やってた内容やったら結構わかんないと思う。けど、まあでも戦国かな、順当に。SHG アクシズ、SHG。いやー、勝てる試合は結構ありましたよ、V3。2試合ぐらい勝てる試合、プラスアルファであったでしょ。で、自分たちで投げたでしょ。確か春もアクシズ相手に勝ちそうな試合あって、ぶん投げて、大スローかまして負けて、夏もどっかなんか勝てそうな試合だったけど、なんか一個ぶん投げて、大スローして負けて、勝てる試合はあったんですけど、勝ち切ることができなかった。感じですかね。はい、じゃあ見返しは終了だ。はい、今日は夜は用事があるので、ありがとうございます。ステージゼロ。ステージゼロは、ステージゼロもね、見返しやる予定です。決勝。決勝っていうかなんかあの2日間は、見返
外傷やるっていうのを運営に言ってるんで、っていう。はい、お疲れ様でした。